皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのダイソーから売られているハロウィンネイルパーツ&ホログラム、こちらを使って可愛いハロウィンネイルを作ってみたいと思います。今回は私の爪もちょっと外す機会があったので地爪に乗せてみたいと思います。それではスタート。はい、ではまずはじめにベースコートを塗る前に爪の表面の油分除去をしていきます。ではエタノールをつけたキッチンペーパーで拭き取ります。はい、今回はセリアジェルのベースコートを塗っていきます。ライトに入れます。はい、ではこちらのセリアジェルのベース&トップコートとラメを混ぜてみたいと思います。箇所置きます。はい、ではオレンジと紫色のラメを混ぜてみたいと思います。はい、ではまずオレンジを混ぜてみたいと思います。では、紫も出してみます。ではこちらを塗ってみたいと思います。はい、ではまずはじめに薬指と親指に紫のラメをのせてみたいと思います。では親指から、ラメとホロと乱切りホロが
入っていて、すごいいろんな種類が入っていてキラキラします。ではグラデーションに塗っていきます。では次に中指にオレンジのラメをのせてみます。次に人差し指と小指にこの2色のラメを使ってのせてみたいと思います。ではこの上の方にオレンジ、下に紫を塗っていきます。下に紫をのせます。では一度ライトに入れます。はい、では足りないところにもう少し色をのせていきます。はい、では次にパーツをつけます。パーツをつけるジェルはちょっと粘り気の強いこちらのベースコートをのせていきます。
薬指と親指につけたいと思います。ではライトに入れます。はい、それではこちらのノーワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。パーツを乗せた部分はパーツが取れるとすごく悲しいので、しっかりと覆ってあげてください。はい、ではライトに入れます。でこんなに豪華なデザインを作ることができます。こちらとってもお得だなと思いました。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。